羽生玉の使命を制した角内と飛車回り、渡辺明王将への挑戦権を争う、第71期オルソック・バイ王将戦、主催。毎日新聞社、スポーツ日本新聞社の挑戦者決定リーグ。11月9日に、羽生善治九段、3勝1敗、藤井聡多蔵冠、3勝0敗戦が行われました。結果は手で。 藤井聡した増刊が勝利し、リーグでただ一人の無敗を守りました。ハブ球団がやぐらを、思考本局は、先手番のハブ球団がやぐらを目指したのに対し、藤井聡した増刊は急戦策を取ります。藤井聡した増刊が後手ついのやぐらを指すのは、8月6日に行われた竜王戦決勝トーナメントの対。 八代渡る7段戦以来となります序盤の早い段階で角交換はありましたが本格的な戦いとなるとまだ先は長そうな展開でした先に局面を動かしたのは羽生球団でした持ち駒の角を自陣の端に打ちつけて遠くから藤井聡太陣を睨みます対して 藤井聡多蔵官はその角に遠く狙われた飛車を中央に転換し均衡を保ちますじりじりした局面が続きそれでも駒が集中している中央から戦いが起こるのかと見られていましたが藤井聡多蔵官の手は意外なところに伸びました地玉に近い2筋の歩を動かして戦いを起こしたのです 対して、ハブ球団も隣の一筋の歩を突いて、ここから本格的な戦いが始まりました。そしてハブ球団は、自陣の角を敵陣の金と差し違えて、その金で後手の玉刀を抑えにかかります。同時に銀取りにもなっているので、先手が一本取ったかに見えましたが、藤井里下蔵館も技巧を凝らして、 まだ互角の局面が続きます。攻防手連発で藤井聡都下増冠が抜け出す。迎えた最終盤で藤井聡都下造冠が中央に放った角が攻守でした。地玉の頭を押さえている攻め駒の金に働きかけると同時に先手玉の受けの横駒も狙っている一石二鳥の手です。以下、ハブ九段は 藤井聡太蔵官の玉頭に迫りますがお互いの玉の危険度を見切った八筋への飛車回りが決め手となりました後手玉の逃げ道を開けただけでなく先手玉へ狙いをつけた詰めろになっています形を作った羽生九段に対し藤井聡太蔵官は先手玉を遅く詰みに打ち取りましたこれで 王将リーグ4連勝です残り2戦あまり挑戦のことは意識せずに次の対局に臨めればと思いますと語りました一方で敗れた羽生球団ですがまだ挑戦の目がなくなったわけではありません自身が残る1局を勝って藤井聡太増館が連敗すればプレーオフの可能性はあります 次も全力を尽くしたいと思いますと、次戦に向けて切り替えていました。